愛車の日にちなみやってきたのは、車といえばそう、トヨタ博物館。世界の車の歴史と文化が学べる博物館で、実際に動く貴重な車がおよそ140台、さらに4000点にも及ぶ文化資料が展示。今回はそんなトヨタ博物館でまだまだ知られていない見どころ満載でお届けしていきますよ。案内してくれたのは副館長の増茂さん。増茂さん、はい、トヨタ博物館って、はい、結構地元沙汰で何度かお邪魔させてもらってるんです。そうですね、ありがたいことに、はい、で結構皆さんも来られてる方多いと思うんですよ、はい、今日はみんな知らないような、うおーそうなんだって驚くような感動を求めに来たんですけど、なかなか難しいですけども、実はトヨタ博物館の展示の中には、はい、いろいろとですね、うん、まあ、隠しコマンド的というかそういうのもですね、はい、ございますので、今日はそちらをですねご紹介して、また新たにですねご来館いただいたときに楽しんでいただけるような紹介をしたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。ぜひお願いします、はい、まず最初にやってきたのは、自動車の始まりの時代に活躍していた車両を展示しているエリア。右側にあるこのランチェスターというイギリスの車なんですけども、はい、こちら1904年までイギリスで生産されていたランチェスター、馬車を真似てデザインされたとても貴重な1台。後ろの座席に乗り込むためのドアに仕掛けがあるそうなんです。後ろに席ありますけど、後ろにどうやって乗り込むかってなるじゃないですか、はい、乗れないですね。あるんですよ。あるんですか。はい、これがちょっと、ここに秘密が、はい、あるんですね。このフロアにある板をこうちょっと外すんですよ、うん、そうするとこうやって開くんですね。あ、ここにステップがあって乗れるという形。お客様はどうやって乗るんですかという問い合わせもあるので、たまにですけれどもこの状態で展示することもあります、はい、この仕掛けが分かるようにドアが開いている状態で展示されていることもあるそうで、見かけたら超ラッキー、ぜひチェックしてみてくださいね。そしてそんな貴重な車に特別に乗せてもらいました。ここに足をかけ て、はい、今度左足をかけて、乗り心地いい座り心地いい、はい、まず結構車体が高いんで、そうですね、景色がいい。そうですね、はい、見晴らしはいいと思います、はい、へー。100年以上前の車に思いを馳せながら次の展示へ。あれ、なんかこれペダルみたいなのついてますけど。あ、これですね、フランス製のですね、はい、ドディオンっていう会社が作ったトライサイクル、今三輪のこれ自動車です。あ、自動車なんですか、はい、1897年フランス製の三輪自動車。こちらある人気漫画にまつわる秘密があるそうで、これ実はですね、はい、少し前にも実写をやったんです、映画あったんですけど、ゴールデンカムイという漫画に実際ですね、はいはい、出てくるこれが、はい、ものと一緒 の同型のものなんですね、これ、はい、そうなんですか、はい、ゴールデンカムイ。そうですね、こちらの車実は大人気漫画ゴールデンカムイに登場する小糸音のシンというキャラクターが乗っていたものと同じ型なんだそう。実物を見ることができるのは珍しく、ファンの中でこの場所が聖地化しているんだとか。ということで、普通にちょっと背の高い、自転車だと思ってゆっくりペダルに足掛けてまたがってください、はいはい、またがっていいんですか、はい、いやちょっとこれはもう本当貴重な体験ですよね、はいはい、自転車乗る形 で、 形で、はい、緊張しますね、はい、そうですね、これも100年以上前の車なので、はい、おお、すげえ、はい、ちょっとサドルが高いので、はい、はい、こんな形になりますね。おー、はい、すごい。これを小糸音のシーンが乗ってたんですね、はい、そのシーンがあるので、はい、漕いでるなと私も漫画見た時思ってました、はい、じゃあ僕も今これ小糸音のシーンですね。そうですね、はい、トヨタ博物館はご存知の方もいますけど、胴体保存って基本的に全て動くようにしてます、はい、これ動くんですか、はい、これも私乗ったことあるんですけども、だから当時はどんな形でその車というものを発展進化させるかっていろいろ考えてたことを私だから乗って知ることで、こうやって皆さんにお伝えして
楽になりたい、もっと安心になりたいっていうから今の車があんだけ進化したということを伝えるためにですね、動態保存してるんですね。なるほどな、はい、自動車の歴史を感じられる貴重な一台、漫画を見てから実物を見るのも楽しいかもしれませんよ。あ、車作り日本史、はい、これ何なんですか。これ実はですね、はい、2年前にここオープンしたんですけど、はい、特にあの外国のお客様にですね、ええ、なんでこんな小さな国に自動車産業が栄えたんですかっていう質問があるんですね、ええ、あのやっぱり情報量が大きすぎて伝えきれなかったんですよ。だったらそれを伝える部屋作っちまおうっていうことになって2年前に実は完成したんです、はい、なんか見ていいです、はい、こちら日本の自動車産業のおよそ70年にも及ぶ歴史をまとめた常設展示、車作り日本史。ダイナミックな動く年表を中心に、いかにして日本の自動車産業が発展したのかを知ることができる展示なんです。実は1998年に初めて日本人が車を明示しました、はい、フランスから一度やってきました。そこからですね、試行錯誤を経て1970年代に日本の自動車産業の基盤が確立していくんですけど、そのあらましをですね、はい、ここのモニターですね、4つの章に分けて、はい、それぞれ3分のムービーになってます。この展示の目玉がこちらの巨大なスクリーンに映し出されるムービーゾーン。国産の自動車作りの誕生から現在に至るまでの歴史を4章に分け、貴重な当時の写真とともに一気に見ることができるんです。他にも自動車産業を語る上で欠かせない人物を紹介するコーナーや、現存するメーカー12社の系譜図もまとめられていて、車両がない展示にもかかわらず人気のエリアになっているんです。これはもっとゆっくり学びたいですね。そうですね、で、皆さんなんかトヨタ博物館もずっといるわけいかないので、はい、お客様からなんかこれが持って帰れないですかって言われたんですよ。持って帰りたい、いろいろ考えて、はい、日本手ぬぐい。手ぬぐいね、はい、ハンカチ忘れたらもう そのまま使っていただけるっていうこともあってですね、はい、商売上手ですねトヨタさん、さすが。おかげで本当にあの売り上げかなり伸びてるんですよ。上がってます、はい、車だけじゃなくて手ぬぐい産業まで違う、あの、まあ、そういったこともですね、はい、額に入れて飾ることもできる人気の手ぬぐいは文化館1階のギフトショップで販売中。お土産に手に取ってみてはいかがでしょうか。続いてやってきたのは文化館1階にあるミュージアムカフェカーズ&ブックス。店内には車に関するさまざまな資料が展示され、自由に読んで楽しむことができるんです。こちらでおすすめのケーキセットをいただきます。お、チーズの香りが柔らかいですね。すごく濃厚で密度が濃いので、これチーズの香りを堪能するにはもってこいのケーキ。ありがとうございます。美味しいな。コーヒーは岐阜県美濃加茂市の虚空コーヒーの自家焙煎豆を使用し、本格的な味わいが楽しめます。さっきチラッと回ってたら、はい、なんか漫画が置いてあったんですよ。はい、置いてます。それがね、これ、はい、どうしてちびまる子じゃん。私も最初これをなぜ置くのかって分からなかったんですけど、うん、ちょっと開いてみると、はい、キャラクターの人の花輪、うんうん、花輪さん家の車が実は、はい、乗ってるということです。これ、なるほど、はい、ということですね。あ、これって何ちゅう車、多分ロールスロイスだと思うんですけど、はい、ロールスロイスが乗ってるからちびまる子。あ、そうです、あのそれも1ページしか乗ってないんですけど、あのということで置いているという。1ページ？はい、1ページです。1ページ。はい。そのためにこれ。そのために置きました。はい。はい、こうゆっくりこう時間を過ごさないと、はい、こう決められているこの車に対する愛とか、ね、こだわりとか追求心というのは見つかんないから、ね。はい、人によって違うので、はい、だからあのトヨタクルーザーのいろんな見方的、さっきも言ったけど、いろんな角度から見るとまた違った面白さとか、ね、興味も出てくるかと思います。ねえ。いや、ぜひちびまる子ちゃん見ながらね。はい。コーヒー飲んでいただければと思います。コーヒー飲みたいですね。はい、奥が深い魅力がたっぷりのトヨタ博物館。車の数だけ歴史があります。ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。